はい、どうもでです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょう。ということで、本日はこちらですね。このテープなんぞって話なんですけれども、これちょっとね、メッセージが入っていて、購入ありがとうございましたっていうメッセージとともにですね、僕の本名が書いてありましたんでね、こちら外しておきました。ということでね、今回はですね、なんと、ちょっと違和感あるかなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今回はですね、副音声的に、お知らせをしております。なんでかって言いますとね、ちょっと音声データがですね、うまく取れていなかったというのがありまして、私今回ですね、こちらの動画に副音声的な感じで、当てていこうというようなところになっております。今回はね、ヒーワーピルオリバヤさんのオリジナルパックを10口購入をさせていただきました。こちらのお店ね、1111円のオリパイになるんですけれども、なんと SR 確定ということで、まあ、かなりねマイルドな感じになっておりますので、そしてね当たりも強いと、口数がねちょっと多いんですけども、楽しみに開けていきたいかなというふうに思っております。毎日回ね結構楽しみにしているオリバヤさんですので、楽しんで開けていければというふうに思っております。今回はね当たり枠にポーシリリエとか、あとはリザードン、EX のSSR とかがね、入っているということで、かなりね、気合い入れて開けていきたい部分ではあります。本編の方はですね、実はまだ僕いろいろ話しておりますので、ちょっとねまだトークが続くわけなんですけれども、そうですね、ここで関係のない話を1個しておきますとですね、ごめんなさい、関係ない話って言ったんですけど、全然話思いつかなかったんで、ちょっとまあこのままね、動画を、見ていただければと思います。強すぎんな。やっていきましょう。やっていきましょうだけ合わせました。はい、ということでね、開封していきたいと思います。まあ、パリパリパリと言いながら開封をしているわけなんですけれども、今回ねマイクをですね、つき忘れちゃったのか接触が悪いということでですね、この袋のバリバリって音だったりとか、カードをガサ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 動かす音みたいなのがねすごく強く入っちゃってるんですよね。なのでね、今回は音声だけ取り直させていただいたわけなんですけれども、やっぱりマイクの力ってね、偉大だなというふうに思っております。ということでね、おでん開封中であるわけなんですけれども、これね、後々わかるんですが、この表のカードがですね、タイプの示唆になっているということを忘れております。ということで、行きましょう。まず一口目ですね。はい。あ、めくらない。はい、一口目はこちら。ほい。はい。パルスワン V の SR ですね。フュージョンアーツのやつですね、このパルスワンね。なんか、アメリカの犬っぽい顔してるっていうね。これ、確かそんなようなトークしたと思います。この、ワンとかじゃなくてね、多分、バウって言ってる感じの犬だと思います。アメコミっぽい犬の絵になってますよね。なかなかね、色使いもアメリカンな感じではありますけれどもね。ちょっとですね、今、冷房の自動機能がつきましてですね、涼しい風が直当たりしているおでんでございますということで、関係ない話もさせていただきましたが、次行きましょうということで、アップリューが出てきまして、ちょっとまだまだ開封に戸惑っております。これ1枚抜いて、こっちが当たり枠とくるんくるんと、この手の動きが気持ち悪いですね。はい、行きましょう。2口目、こちら、ほい。はい、アップリュー VMAX の HR ですね。まあなんか割とね、サクサクっとこう、僕カードいじれますみたいなね、手の動きでさっさっさっとやってる風がありますが、手の動きだけですね、扱い慣れているわけでは、はい、これはやらかしたやつですね、フェイントだよって文句言ってますけれども、1枚目に演出が入ってるから1枚目をポイッと飛ばしてね、あーめくり忘れたなと思って見たら、当たりカードが出てくるというようなところで完全にやらかしましたという、部分でございます。そして、こちらが3口目。まあ、マクワがね、ピースサインをかまして、合成に出てくるというところで4パック目ですね。サポートなんでサポートが出てくるということで、ポプラの HR と。これあれですね。動画見ながら今副音声みたいにして音声当ててるんですけど、多分開封しながらの時よりずっと喋ってます、おでん。はい。いや、ほんとね、ちょっとぐらい開封に集中させてくれっていうね、文句がついてもおかしくないんじゃないかっていうぐらい僕ずっと今喋ってます。なんですけどね、喋ると結構熱くなってくるんですけれども、冷房がね、今バシッと当たってくれてますんで、結構ね、涼しく、語らせていただいておりますけれども、はい、ボーマンダー V ですね。ボーマンダー V の SR ってかっこいいんだよな。なんかこの色使いといいね、やっぱボーマンダーってかっこいいですよね。やっぱ海竜、ボーマンダー、
そして、ガブリアス。やっぱこの辺はね、ドラゴン族のね、600族。この辺はやっぱ、ドラゴン族の600族ちょっと日本語おかしかったです。はい、プルネロス V ですね。ちょっと日本語おかしかったですけどね。やっぱドラゴンタイプの600族っていうのはね、どのシリーズにおいてもかっこいいなとは思うんですけど、まず、カイリュー、ボーマンダ、ガブリアス。その次の世代はもうわかりません。はい。ということで、行きましょう。はい。続いて、せーの、ほい。はい。ギャラドス V ですね。ギャラドス V のこの後ろの集合線すごいですよね。わしゃって感じの、こう、ギャラドスって感じ。ちょっとよくわかんないですけど。はい。まだなんかずーっと喋ってるんですね。これ700人記念のオリパがどうのっていう話をね、しておりますね。これ700人記念のオリパですね。今日、撮影、音声だけ撮影してるのがこれ、10月の8日の夜になるんですけれども、これがね、まだ売れ残っております。さっきね、8時にですね、オリパの紹介の動画上げたんですけれども、まあ上げたところで特にですね、購入量も変わらずということで、まだ若干余ってますんで、まあね、この動画公開時ももし余ってたら、皆さんよかったらね、買っていただければと思うんですけれども、このね、日を浴びるオリパ屋さんの、ちょっと大事な話してるのにカヒリ出ちゃった。はい。そう、カヒリ当たったんですよ、この回。もう超、オリパの話をしてるんだろって、本当に。ちょっともう動画止めちゃうぞっていう話なんですけどね。一応ね、この日を浴びるオリパ屋さんですね、一口1111円なんですけれども、僕のね、オリパ1000円で SR 確定になってますんで、さらにお得になっておりますということで、まあ僕の場合ね、儲けを、まあ、一番に考えているわけではないんでね、皆さんと一緒に楽しみたいというところでやってますので、まあよかったらね、ぜひお求めいただければと思うんですけれども、こんなね、オリパの無駄話をずっとしていたらですね、もうカヒリの順番が終わってしまっているということですね。すべてね、動画を撮影してから今この動画、音声を撮っているわけなんですけれども、これね、スリーブ赤いからこれ気合い入れていきますって言ってるんですけど、全力って言ってるんですけど、カヒリが出てからね、大して見せ場はありません。はい。開ける前なんですけれども、ここはね、チーンってなります。はい。じゃあ行きましょう。3、2、1、はい。はい、チーンということでね。はい。効果音もチーンって入れさせていただきたいと思います。何のためにスリーブの色が違ったんだっていうのはね、これね、日を浴びるオリパ屋さんにぜひね、問いただしたい部分ではあります。なぜ赤いスリーブがあるのかというところですね。もしかしたら、当たり枠は赤いスリーブに入ってるよ、みたいな。確率だよ、みたいな。演出だよ、みたいな感じかもしれないんですけどね。まあ、今回カードをシャカ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 いろいろやっているわけでありますけれども、何回やってもカヒリ以外のカードはただの SR ということで、綺麗にね、並べては見てもやっぱりカヒリと。そしてね、これ面白いの、カヒリを右にやりすぎてカードが反射しちゃうから、一旦拾い上げて左にもう一回置き直すという、おでんの様子が見れます。はい。そしてカードの揃え方に癖があるということで、ありがとうございました。それでは、バイバイって感じでやってます。以上、それではバイバイ。